ストラトフォード国際駅は、ロンドンのニューアムにある、チャネルトンネルレールリンクとドックランズライトレールウェイの鉄道駅である。2009年12月、CTRL の2期区間開業と同時に開業した。ロンドンオリンピック・パラリンピックの会場であった、クイーン・エリザベスオリンピック・パークの最寄り駅の一つである。地域の中心駅である、ストラトフォード駅からは約400メートル離れている。また、プラットフォームが4本あり、ユーロスターの新車両基地となるテンプルミルズ車両基地へ至る分岐線もある。CTRL の駅は、相対式ホーム2面2線と島式ホーム1面2線と、通過線2線から成り立っており、南側から1番線、通過線、2、3番線、通過線、4番線の順に並んでおり、2015年8月現在、島式の2、3番線のみが、サウスイースタン社のハイスピード1によって利用されている。既存のストラトフォード駅との近接性が求められ、当初は動く歩道で直結することが計画されていたが、DLR の延伸で決着した。CTRL では395系電車を使用した地域高速列車が停車する。ロンドンオリンピック・パラリンピック大会期間中にはオリンピックジャベリンが運行され停車した。クイーン・エリザベスオリンピック・パーク・ウェストフィールド、ストラトフォード・シティ。ありがとうございます。